キロニコはなんかエリアも明るいし、うん、ここ岩がコンパクトにまとまっててすごく、まあ、自分的には落ち着けるし好きなエリアかな。課題はそうだね、うん、結構かぶった課題が多くてムーブもすごくダイナミックで、まあ、今風のクライミングができるエリアかな。飛び出せなかった。しまった。それだ。ああ、ダメだ。ランジ、ランジが。うわ、やべえ。やばかった。
ね、振られた時すごいやばかったもん。左手が出てきそうでビューって、もう死ぬ気で抑えたって感じ。大丈夫、寒いから乾燥してる。寒い。今日満足です。できました、バッチリ。なんかこっちが浮くのはなぜ。あんまいいのか。お、できた。こうか。
くむくのかな。なんか途中で皮がジローっていくのが見えてうわーっと思ったんだけど、なんか気が萎えちゃった。これ見た時途中でうわーっと思って
れる。うん、ありがとうね。Thank you.
寝てへんよ。どいて。そして言うのがある。モジクッドはすごく標高の高いところにあって深い森の中にあるわけなんだけど、すごい急斜面に岩がこう積み重なってて、そこでこうボルダリングができるようになってるんだけど、その森自体がすごくこう緑が深くて迷路みたいになってるから、地元の人間はマジクッドって呼んでるらしいんだけど、くそ。
疲れてる。クタクタです。怖かった。やばかった。やばかった。落ちそうだった。ちょっと同時に手足が離れたって感じ。やばかった。やばかった。最後すげえ怖いぞ。マジやっぱり。出た方がいいよ。ダイちゃんと会ってから多分もう 4,5 年経つのかな。初めてはビッグロックだったんだけど、どんどん強くなってきてる感じがする。僕もこうやってさ追いついて追いついていこうと思うんだけど、なんかまたガガンって差がねどんどん離れていく感じがする、うん、強くなってる。すごい、もう矢場に行くとすごい集中してる気がする。もうそのなんていうの、取り付く課題だけを大ちゃんは常に考えてるような気がする。目標はもちろん大ちゃん。
スイスに来た理由は、今ドリームタイムがあるからスイスにしたわけで、まあそれ以外はどうでもいいって言ったらあれだけど、本当に今回はドリームタイムを目標に、それだけ一本登れればいいかなと思ってるし、まあドリームタイムっていう課題はすごい自分の中で大きくて、ここ 3,4 年ボルダーだけやってきた、その多分集大成になると思うんだけど、もしかしたらまあ今まで自分が作ってきた課題の方が難しいかもしれないし、もしかしたらドリームタイムの方が難しいかもしれないし、もしかしたら自分にとって登れないかもしれないし、まあまだ分かんないけど、まあ、スイスに、ね、来たからにはわざわざね、まあ、登りたいと思ってるんですけど、今日は多分特別にコンディションがいい。でももっと指の皮があるときにやったらもっと良さそうだから、いい感じかも。いい感じになってきた。でもすごいいい皮だよね。
よかった。ブローはまあすごく岩が均一で、すごいなんか登り方が特殊だよね。他のエリアにはないっていうか、でもなんかそれだけにこう一回こうブローの登り方に慣れると、すごい登りやすく、他の課題とかも全部登りやすくなっちゃう。環境すごい、なんか今まで来たボルダリングのエリアの中で一番いいぐらい、やっぱりさすが、今ボルダリングで世界で一番有名なエリアと言われてるだけのことはあるなって感じ。今日いいね、ランディングもいいし、岩もすごいいいし、課題も質が高いし、また来たいなって感じ。寒い。
パン。でもなんか時計パターンかも、なんか。なんか下も全然疲れねえの。足がすげえジャムが効いてた。余裕そうだったもんね。うん。出だし少し失敗してたのに。ねえ。めっちゃずっとすごいっすよ。あの出だしの服はなんかヘンテコなんだよね。なんねや。写真は面白いと思う。普通に旅行に行ったりとかしてお友達の写真を撮るとかでもなんかすごくいいものっていうか、その時にしかなかった顔とか空気感とか色合いとか、そういうのがその写真を見てまたそこに行ったようなことを感じられるっていう。写真でそうなの、あのね、完璧にそれを再現しているっていうのが魅力じゃなくて、それ以上のものがたまにあるでしょ。たまになんだけど、よりよくなる、現実よりもよく撮れるっていう、なんかもっと濃くなる、匂いが濃くなるとか、うん、そういうのもすごい面白い。めったにないけど岩場とかに行ってこう岩を見るとおおすごいって、岩だけ見てすごいと思う。でもそれは自然のものですごいんだけど、でもなんか大ちゃんってその岩っていう自然のものにまあ、しがみついてるっていうかくっついてるじゃない。それでもね、不自然じゃないですか。なんか自然の一部になってるというか、うん、絵になる。岩に捕まっていることが絵になってると私は思います。それはすごい魅力。
景色。OKOKOK ガマバ OKOKOK ガマバ OK やったやったやったしかも流血しちゃったまたマジでああ
本指だったね。うん。よく握り直したね。お、これはかなり嬉しい。なんか全力を出し切ったクライミングだった。よく握り直したね。こんな感じだったね。限界。12時間とか一日中座ってずっとろくろ回してると体がすごい凝るの。これはいけないと思ってクライミングをやることにしたんです。で、行ってたジムで、あ、大丈夫、もう会ってすぐこいつはただもんじゃないと私は思った。うん、なんかね、あの子だけじゃないんだけど、若くって原石みたいな人たちを引き出すっていうようなこと、うん、もっと絶対に輝くなと思うような人がほっとけない。うん、あのね、一番最近すごく思うことなんだけど、うん、止まることを知らない感じがするのね。あのね、もうここまでっていうのもない、自分でもわからないみたいだし、私もわからない。どうなっちゃうんだろうっていうふうに思うほど成長してると思います。よいしょ。初めてヨーロッパでボルダリングだけのツアーを組んで50日間をやったんだけど、まあ、日本も全然負けてないっていうか、野田チーゴのルーフはあれだけの大きさでいい感じでホールがあって綺麗だし、本当に世界的に見てもあれなんじゃないかな。
Thank you.